動画です。ということで今回は、はい、バウンティーラッシュ久々にね、アップデート情報が来ますよということで、アップデートされます。おめでとうございます。待ちに待ったね。何が来てほしいか皆さん。はい、こちらね、いろいろあると思います。自分だったらパーティー編成をね、はい、5しかないんで、マジで10ぐらいには増やしてほしいとかね、真っ先に浮かぶので言うとあるんですけども、まあね、リスナーさんがどういうの欲しいのかっていうのも含め、ちょっとね、皆さんに募集しましたので、そういうのをね、見ていけたらなというふうに思います。はい、で、今回のね、情報で確定してしたこととしては、新キャラクターの発表はございません。で、番組は6分なんで、これはねプレミアム公開で動画の形ですね、生放送じゃなくて動画の形で8時にアップロードという形で、新キャラがないので、まあ7月末の超フェスの線はほぼほぼ消えたかなと思います。なのでワンピースデーの8月10日が、超フェス1体目で、8末に2体目出るっていう形の流れかと思われますということで、でこちらですね、ツイッターでね改善してほしいことを募集しました。はい、68件のリプをいただきましたので、それぞれね紹介しつつ、まあ運営さんにもねこれを見ていただけたらなというふうに思うんですが、まあいろんな意見来てます。まあこちらも自分も切実ですね。パーティー編成の枠の増加、これマジでもう属性が2個増えた時点でもうマジで足らないすぎるんで、もうこれは本当に増加してほしい。まあ今回で増加してほしいですね、できれば。はい、でメダルの継承確定ね、5段階ダイヤ割って最終的に手に入れられへんっていうね、はい、地獄のシステムにはなっているんで、救済措置が欲しい。まあこういう意見もね結構多いかと思います。はい、でアタッカーの恩恵ですね。まあこれも言われてるんですけども、まあゲッターとディフェンダーだけ旗ためんの早くて握んの早いってずるくないかということで、アタッカーにも何かしら欲しいですねと。まあ KO したら敵の出撃時間をね3秒から5秒ぐらい延長するとかね、まあそういうねアタッカーに対する、情報修正が来てくれると意外といいのかなっていうのは確かに、あるかなと思います。まあこの辺ですね。まあいろんな意見ありますが、まあ総じてまとめると、まあ超フェスとかがね出すぎて、まあキャラ縛りのリーグ的なものを作ってほしいっていう意見がね、はい、ちらほらありますね。うわこれわかるわ。クリア済みミッションの一括受け取りね、もうなんか一括で受け取るはあるけど、それを何回も連打して全部受け取りきらないといけないというこのめんどくささを全てまとめて一括受け取りにしてくれる、これは非常にありがたいですと。はい、でバトポ交換の複数選択ね、まあっていうか、まあ自分が交換したいやつをお気に入りにできて上に持ってこれるとかやったら毎日結構楽になるんかなと思うので、まあそういう機能がねバトポ交換あればいいかなと思います。まあプラベチーム別の掲示板はまあどっちでもいいかな。まああんまりプラベやらない身からするとどっちでもいいんですけど、まああったら便利かなと思いますね。まあ15分の方のバトルの時に、まあ試合中も掲示板使えるんで、まあ普通の3分の方でも使えるようになったらいいんじゃないかなとは思いますね。はい、でバトルスタンプ追加。バトルスタンプ、まあスタンプの追加はね確かにいろんな場面で、例えばね何やろな、今欲しいので言うとエリア出てとかね非常に欲しいですね。ハントするまでガチャかぶり報酬はかけら200。まあこれもわかるな。まあコーラになっちゃうからレベル100になっちゃうと、なんでそこをね上振れたところをかけらにして、まあブースト進めやすくしてくれるなら、まあ100レベルになったキャラも引く価値があるのかなっていうところですね。まあこの辺はちょっと難しいかな、どうなんやろね。はい、でガチャ昇格演出てか、まあそもそもガチャ演出をいい加減変えた方がいいんじゃないかなっていうのはありますね。まあ前回変わったのが、まあ何年前ですか、あれ3、4年前ですよね。あの真っ白の背景から今のガチャの演出に変わったのは。まあ現状ね、最初の演出の段階で金箱来たり、金旗来たりで、まあその狙ってるキャラが出るかどうかがもう大体分かってしまうので、まあその引いてる途中にね、昇格演出でワンチャンあるようにしてくれたら最後までガチャ楽しめるっていうのはあるので、まあこれも妥当ですね。本当に欲しいです。メダルの解放機能が欲しい、厳しめの条件で、周年イベントなどで運営からの解放チケット配布みたいなんで、希少な体力 24% 継承メダルを他に付け替えられたらなといつも思ってます。あー一回 24% なんかのメダルにつけちゃって、もうこのメダル使わんか別のやつに移したいなみたいなことか。まあこれやるとしたら、まあ厳しめの条件っていうか、例えば攻撃18、18、18つけてるメダルが1枚あったとして、それを分解したら攻撃 18% 1個分になります
りますよとかやったら割と妥当かなと思います。残りの2個つけてるやつは消えてなくなるみたいな感じやったら、まあそれでもいいなら、分解みたいな感じでね、デメリットもあるけど、まあ他のキャラに付け替えれるみたいなやったらかなり妥当なのかなと、はい、思います。ガチャ演出とメダル継承ね、はい、まあこの辺も多いですね。工場リーグ、新リーグ追加、まあやっぱ新しいルールのリーグが欲しいっていう人が多そうですね。でプレンドとパーティー組んでリーグできるようにするね、はい、まあそれはもちろんベストなんですけど、なかなか難しいかなとは思いますこれね。まあやっぱりそれをしだすとパーティー組んでるやつが有利になるので、まあそのリーグスコアを競うっていう面ではやっぱりチーミングとかが余計に加速するかなとは思いますね、この辺を、しだすと。なんでちょっと難しいのかなと。まあでもそれこそ新リーグでパーティー組んでいくバージョンのリーグがあってもいいのかなとは思います。マッチングがちょっとね難しそうではあるんですけど、そうなってくるとね。でまあここでまだ出てきてないんですけど、これと付随してね、そのマッチング画面が早すぎる問題あるんですね、このゲーム。なんでまあマッチングした後にキャラ選択とかできると、まあ試合ポンポンいけなくはなるんですけども、それはそれでいいのかなと。まあ結構こういう系のね協力対戦ゲーで、まあ味方のキャラ見てキャラ変えるとかが普通だとは思うんですけど、このゲームね謎にまあ無限にリーグ行けてしまうんで、まあ全員がそうなればね、まあそのスマホの利点である外でサクッと試合行けるとかいうところが失われはするんですけども、まあマッチングして味方のキャラ見てキャラ編成して、準備完了してやら、まあ全員出撃みたいなね、そのチャレバト的な方向性のリーグもまああってもいいのかなとは確かにね、はい、思います。まあ現にねチャレバトの方だとできてるんでね、まあそういう形のリーグがあってもいいかなとは確かにね、面白いかなと思います。まあもしかしたら明後日来るかもしれませんね。青カイドを強くしてほしい、普通の願望で。フレンドとリーグ潜りたい、ディオ作って、まあやっぱそういうのが多いよね。友達と喋りながらリーグ行けたりしたら、まあすごい面白いゲームにはなるかなとは思いますね。はい、で通信状態が悪かったら画像みたいになった時即切断じゃなくて戻ってこれるようにしてほしい。まあちょっとスマホやから難しいかもね。一応対戦相手の回線とかもあってコンピューターと戦ってるわけじゃないから、まあいろいろ難しそうではありますねと。バトル前に作戦で、ああだからこれですね。まあリーグマッチングして、キャラ編成していきたい的なことですよね、これ。まあそれは本当にねありやと思います。過去の調布の情報修正、新キャラの性能インフレを抑える。まあね、アプリゲーなんでね、インフレは仕方ないかなと思いますね。まあ下方修正ができない分、こういう系のゲームはね、まあ能力が上がっていく一方っていうのは確かに、分からなくはないかなと。まあこの辺も回線問題ですかね。はい、チーム内でのキャラかぶりなしマッチングに変更。まあだからまあマッチングしてからキャラ選べるパターンのシステムですよね。これもまああり。ああ欲しいのはプラベのステージ選択。マジそれはそう。まあいろんなステージをいつでも使えるようにするってなるとちょっと難しいのかな。まあちょっとわかんないですけど。キャラ調整すべき。まあね、その弱体化がねどうしてもむずいんでね。アプリゲーなんでどうしてもキャラをね次々に出していくシステムにはなってくるし、まあ引いた人からしたらまあ絶対クレーム入るんでね。弱体化がちょっとむずいっすよね。引いてない人からしたら弱体化しろよって感じなんですけど、せっかく引いた側の人からしたらね、金使って引いたのに弱体化するってなんやねんってなるからね。まあ難しいは難しいよね。メダルの継承は攻めてラスト確定にして、あともっと定期的にキャラの情報修正、あ、まあ過去キャラの情報修正ね。まあやっぱり情報修正でまあ開発費かけるぐらいなら新キャラの開発に力入れて新しいキャラ出して引いてもらおうの、まあモチベーションの方が高いんじゃないかな、運営さんとしては。ダウンしてるキャラにタゲ向くやつ、回避のモーション入ってるのに気絶とかの状態上入るやつ、まあモズクとかから脈々と流れるね、ジャスしてんのに食らってるやんってやつね。まああれもまあ多少は回線の問題なんやろうけどね。やっぱりリーグ戦のマッチした時のバランス、まあ確かにね、こっちセラヒムゼロで相手4おるやんみたいな時ありますからね。キングパンチの貫通可能、空島ステージの壁ぶっ壊し、まあキングパン
チュア、まあ確かにね、もっと強い性能にしてくれてもいいね。指定したかけらを自動で購入可能。まあかけらの交換ね、毎日だるいからね、やっぱお気に入りとかが欲しいですねと。はいはい、怒りスタンプ、まあまあミュートでね対策してるから、まあここはっていう感じかな。あ、メダルの最後選択させてくれ多いね、やっぱり。まあ大まかにはその辺か。ガチャ演出のリニューアル、はい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 。パーティー機能継承、まあバグ系はね、回線バグ系はちょっと難しいやろうね。まあそんな感じかな。まあ主にパッと見こうやって見たら多いのは、まあまとめるとやっぱガチャ仕様というかガチャ演出変えてほしいです。バトポの交換をもうちょいやりやすくしてほしいです。で、何かしらリーグに変化が欲しいっていうところと、まああとパーティー枠の増加で、メダル継承最後だけ確定にしてほしい。まあこの辺の意見がちょっと多いかな。だそうです。運営さんどうでしょう。まあやっぱこの辺はね、声が多いから、まあ実現可能なレベルなんじゃないかなとは思います、メダルの継承最後確定にするとか、まああとガチャ演出も別に演出変えればいいだけやし、まあパーティー枠の増加は絶対必須やと思うんでね、この辺はまあ次回というか、まあ今回のねアップデートで実用化される可能性は高いんじゃないかなと。パーティー枠なんか絶対追加されると思ってるけど、されへんかったら俺はまあってなるけど、この辺は欲しいですねと。あとまあリーグはね、確かに変化を求めるならパーティー編組めるようにしてマッチング画面欲しいよねっていうのは確かにあるかもしれませんね。まあそうなってくるとバウンティー一気にゲーム性がまたより楽しくなる可能性はあるかなと、はい、思いますので、まあ以上ね、こんな感じの意見になりますということで、運営さんに届いたらいいです。お願いします運営さん、よろしくお願いします。ありがとうございました。